はい。基礎から学べるバレーボール上達の阿部です。この動画ではバレーボールの技術を学んでいく過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回はヤフー知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が、自分はスパイカーなのですがボールがうまく手に当たりません。今まで下に叩きつけるスパイクをしていたが、ブロックにかかりやすいのでドライブをかけていこうと思って買いましたが、全然ドライブはかからないし、手にちゃんと当たらないし、ネットから離れたボールやバックアタックなども打てません。どうすればちゃんと打てるようになりますか？ちなみに最高到達点は321センチなので、かなり強いスパイクが打てると思っています。あと壁打ちもやっています。よろしくお願いします。っていう質問です。はい。じゃあ今回の質問ですけども、スパイカーの方で、今まではね、下に叩きつけるようなスパイクを打ってたんですけど、やっぱりね、やっぱ下に叩きつけると、ブロックにね、かかりやすいので、ドライブ回転をかけてね、打っていこうかな、というふうに、まあ思っていると。最高到達点が3メーター21センチなので、まあかなり強いスパイクが出てるというふうな感じですよね。それでドライブ回転がかけないので、やっぱりバックアタックはね、ネットから離れたボールがうまく打てないっていうことですよね。じゃあどうした方がいいのかっていうことなんですけども、今回ね、質問者の方っていうのは、真下に落とせるっていうことは、しっかり手首を使ってボールを打ててるっていうことなんですよね。ある程度手首を使ってボールを打ててるんですけども、ドライブ回転がかけれないっていうのは、しっかりね、ボールに対して密着して打ててないっていうことが原因ですよね。ボールに対して点でね、手を当ててしまっているので、ドライブ回転をかけれなくて打ってしまっているってことなので、しっかりね、ボールを打つときに、しっかり手のひら全体を使ってボールにね、密着、まあ隙間なく密着してスパイクが打てると、しっかりね、ドライブ回転をかけてスパイクが打てるようになると思います。それで、ね、本当にミートがいい場合っていうのは、ボールが一瞬ね、止まったように、まあ、見えるんですよね。その際にはベチャっていう風に、密着するようにね、ボールを当てる。高い音がするんですね。ベチャーっていう風に高い音がして、でボールが一瞬止まって見えて、でビューンっていう風にドライブ回転かけて打てるんですけれども、この質問者さんのように1点でしかボールが当たらないと、ボコっていう風にして低い音の、ね、ボールのスパイクになってると思うんですよね。しっかりミートをしてドライブ回転をかけて打てると、しっかりベチャーっていう風にして高い音で一瞬止まった感じで、しかもジャストミートするときって、やっぱちょっと止まった感じで、ブフーンっていう風に高い音でね、スパイク打てるので、まあ、こういったね、その手のひら全体を使ってミートをかけて、ドライブ回転をかけて打てるっていう風に意識してもらうといいと思うんですよね。はい。じゃあそれではね、今回の質問者さんのような方で、劇的にね、改善するアドバイスっていうのがあって、1つ目がバックスイングのときに肩の力を抜くと。2つ目が手のひらの力を抜き、軽く広げるってことですね。で、3つ目が、ミートはやっぱ手のひら全体でやるっていうのと、ミートはね、しっかり面で取られるっていうのと、で、ボールを当てるときには、第一関節のちょっと下あたりをめがけて、しっかりミートをするような感じですね。手のひら全体で当てるようにすると、もしかするとドライブ回転がかけれるようになる可能性がありますね。で、1つ目のバックスイングの時に肩の力を抜くっていうことなんですけども、ボールを当てる時って、ミートする時ってイメージとしては、濡れたタオルをね、ボールにビチャーっていうふうにつけると、こういうふうにね、ビチャーってつきますよね。そのボールに隙間なく手が当たると思うんですけども、このイメージでスパイクを打つっていうのがいいんですけども、その時にね、肩の力を抜いておいて、濡れたタオルみたいな感じで、しっかりバチンというふうに肩を力抜いて、打つ時だけに手首をバチンというふうに力を入れると、しっかりミートしてドライブ回転がかかりやすいと思うので、初めから肩の力を入れとかないで、スパイクです当てる時にしっかり力を入れてスパイク打つようにするということと、次の手のひらっていうのが、最初から力をガチッというふうに手の力に入れるんじゃなくて、手のひらをね、若干開いた置いた状態で手のひらに力を抜いておきます。で、打つときに力を入れて、手首を、ね、ボールが当たったときに、ポチンというふうにやるといいですよって話ですね。で、ボールを当てる位置っていうのが、第一関節のちょっと下あたり。まあ、今はね、まあ、手首を使って打ててるので、若干で手、あの第一関節の指の下あたりをめがけて、手のひら全体でボールを包み込むように
ボールを打つとジャブ風をかけてボールを打てると思います。でボールを捉える位置っていうのがボールの私だったらそのボールに対して半分上ぐらいこの辺をめがけて打つっていう風にしてますね。で今の状態は手のひらとかに力が入っていてボールに対して1点でしかボールが立っていないのでボールを回転をかけて打てていないと思うんで、しっかり手のひら全体を使って、手はね、手のひらには力を抜いておいてミートをするときに力を入れてこういった力をかけて打つとという風にしてもらったらいいと思います。はい、じゃあ今回は質問なんですけども、まあ、スパイカーの方で今までは真下に叩きつけるスパイクを打ったんですけども、やっぱりブロックにかかりやすいのでちょっと変えてドライブ回転を、ね、かけて打っていこうとしてるんですけども、全然ドライブ回転がかからないと、しか手に当たらないし、ネットから離れたりバックアタックをね打とうとするとやっぱりドライブ回転をかけていないのでしっかり打てませんと、どうすればちゃんと打てますかっていう質問にお答えしました。はい、じゃあそれではこの動画で質問、バレーボールに対する質問はコメント欄にお願いします。この動画が良かったらね高評価ボタンお願いします。チャンネル登録しない方はチャンネル登録もお願いします。ツイッターや LINE アットもしますよかったらフォロー等々お願いします。明日も動画を上げますので必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。